できるっていう力は持ってますよね。あとはですからポジショニング、それから読み判断というのがもうちょっとレベルが上がってくると非常に手のつけられない選手になると。そのボヨからのクロス、レウシーニョがバックヘッド、ボールはまだ長崎です。笠柳またボールを持って右で流していく、いいです、ね、加藤だ、シュートは補せて押し込んだ、セカンドボールはまだルーズ、徳島を押さえそうです。さあ速攻になるか、西田川ウベス前に流れている、小玉へ、中には柿谷ね今、はいはい、杉本選手ですかね、少しポジションチェンジをしながら、そうですね、その前に田迎がいるんですよね。今は降りてきましたが、左からこの左の場合は笠柳のドリブルがあります。さあまたボール奪った、米田からマテウス、うん強い、マテウスから笠柳、杉本から左に振ります、ボタン戻ってきた、杉森、杉森の田迎とワンツー、チアゴシュート打てない、うーんあと一歩のところ、まだあここでボール奪った、徳島は前に持っていくからか、また長崎に出ます、出てくるのか、ツートップをあのラインまで下げるのか、はい、うん、今は児玉がケアをしていますね、はい、そうするとやはり加藤勝選手、うん、こういったところが空いてくるの で、ね、高田ボール奪われました、奪ったのはファンは一人かわす、うまい強い、そして右へ一つね、あそこファンマ、うまい入れ替わった、右足打てるか、シュートだ、決まった、差し込む、ただ繋がらない、また長崎に出ますファンマ、ボールキープしながら、今日が今シーズン8試合目ということになります、ヒョン・リオ20歳の選手、さあボールは長崎か。